差別とは、合理的な理由なく異なった対応や扱いをすること。合理的理由があるかという点こそが差別か否かの判断基準になります。スポーツの現場における差別にはどのような事例があるのでしょうか。僕はある競技のクラブチームに属しています。外国人選手も多く所属している強豪チームです。選手同士は日本人も外国人も同じチームメイトとして仲良くしているのですが、監督の外国人に対する態度に問題があるんです。外国人はすぐに怠ける、試練を課した方が良いなどと決め込んで、日本人選手とは違った練習メニューを課したり、トレーニングマシーンを使わせなかったりします。また日本的な慣習を身につけさせるんだと言って、食事の後片付けや掃除などもほとんど外国人選手にさせています。外国人メンバーは皆信仰に厚く、ある選手は毎週必ず礼拝に行くのですが、監督はそれも気に入らないらしく、今時宗教かよと陰口を言っています。僕は外国人選手から不平不満が出ていることを知っています。しかし皆権力のある監督に嫌われないため口をつぐんでいるのです。外国人選手の中には来日して間もない人もたくさんいます。僕は日本が誤解されてしまうようでとても恥ずかしく思いますし、このままではチームとしても団結できないと感じています。私は中学3年生で学校の武道系の部活動に所属し、女子チームの主将をしています。私たちの部活動では男女の練習メニューが全く同じです。女子チームは関東大会に出場し続けていますが、男子チームは出場を逃しています。男子と女子それぞれのチームに主将がいますが、練習の時に部員全体に指示を出したり、ミーティングで話をしたりするのは男子の主将と決まっています。学校の武道場では3分の2の空間が男子、3分の1が女子と決まっていて、その間には見えない境界線があります。動き回れる広さが倍くらい違うんです。また合宿の時、食事の配膳は女子部員の役割なので、練習を数十分早く切り上げます。このように私たちの部活動ではなんとなく女子よりも男子が優遇されていると感じています。顧問の先生に相談したら、昔からそういうやり方でやっているから従ってほしい、女子は競技人口も少なく競争が激しくないから関東大会に出場できたんだ、社会に出たら当たり前だから今のうちから慣れておいた方がいいなどと言われてしまいました。このように男子と女子とで異なった対応をして、男女どちらかの優遇や格差、性別役割の押し付けなどがあれば、それは差別的な対応となります。差別的な対応はクラブ内の伝統や習慣になっている役割分担の中にも潜んでいます。また女子の競技成績を男子と対等なものとみなさない考え方も差別的な対応に含まれます。差別的な対応を受け続けると自信や自尊心がそがれていくと言われています。こうしたことがスポーツの場で行われているのは不適切です。スポーツの場では、すべての競技者を対等に、平等に扱うことで公平性が保たれています。ですので、そこに差別的な言動が持ち込まれると、スポーツを行う前提が崩れてしまうことになります。差別の話をすると、よく、それは区別であって差別ではないという意見を耳にします。しかし、例えば野菜と果物を分けるのとは違って、人間をグループに分けるときには、異なる扱いをすることを前提にして分けることが多いと思います。
そこに合理的な理由がなければそれは差別になってしまうことになります。差別について難しいのは悪意に基づかない差別があるということです。例えば女性が激しいスポーツをすることについて体に悪いから、女性が汗水を流してみっともない、または女性にはスポーツ以外に向いている活動があるといった差別ではなく相手のためにと思い込んでいる場合があるということです。しかし最終的にはそれは本人が決めることですので、結果的に本人の活動を制限することにならないよう気をつける必要があります。